どうもオルソーです。今日はですね、グローブの手入れをやっていきたいんですけど、こちらアートムズのキャッチャーミット、この前僕が片付けしたあのグローブなんですけど、これはいつも通り手入れしたら面白くないので、とりあえずツヤを出したいと。ツヤを出したいとき皆さんどうしますか？ツヤ出しを塗ったりムートンで磨いたりしてツヤを出すじゃないですか。でも今回はまた違うやり方でツヤを出していきたいと思います。それは何を使いますかというと、こちらババーン、使い古したアンダーシャツ。使い古したアンダーシャツで磨くと。で、なんか一回ツイッターの DM とかで教えてもらったんですけど、使い古しのストッキングとかでもツヤが出せるみたいなんで、皆さん試してみてくださいと。まあ、僕は今回使い古しのアンダーシャツで、磨いていきますと。まあ、最初の状態はこんな感じですね。まあ、若干ツヤは出てるんですけど、なんでツヤが出てるかと言いますと、一回ブラシとかで磨いた後に一回オイル塗ってます。なので今ちょっとテカってるんですけど、これでオイルを今何分かな、30分ぐらい置いたんで、今からこれで磨いていきます。とりあえずこうやって手に入れてこうやって磨いていきます。それではやっていきます。はい、磨き終わりました。ちょっとじっくり見ていきましょう。はい、磨いた感じがこんな感じですね。だいぶ艶出ましたね。ほらすごいでしょいや、本当にすごいと思いますよ。アンダーシャツでここまで艶出るんですからね。はい、今日はアンダーシャツの使い古しでアトムズのミットを磨いていったんですけど、かなり艶出ましたね。しかもこれ使ってないアンダーシャツなんで、これ磨いたらこれだけ綺麗になるんで、まあまんべんなくできますしね。それがいいところですよね。ムートンとかだったら、これ磨きづらいところもこうやってね、指を入れたら結構このウェブのところだって磨きやすくなるんで、しっかりと磨ける、なおかつツヤも出ると、うん、素晴らしいアイテムだと思いますそれでは皆さんもやってみてください。ぜひね、試してみてください。で、コメントにお願いします、感想ね。それでは、アトムズ、ギャチャニットアンダーシャツで出入りしました。よいしょ。不安定な闘争を叩くよ、頼まれした心丸出しで、ここを引きつらせて土足で踏み込んだなんて。はい、というわけで今月のプレゼント企画です。まずは Z 源田選手モデルの内野手用グローブ。こちらプロモデルで呼吸面が広いグローブ、そして小さいグローブとなっております。続いてこちら SSK のプロエッジ打撃用手袋 M サイズになります。ホワイトとグリーンのカラーですね。こちらをチャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。ありしょ。ありあした